第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。ソ連領空に近づきます。降下20分前、機内減圧開始。装備チェック。アームメインパラシュート。よし、準備はいいか。高気圧、依然として目標地域に停滞中。キャブ OK。 いいぞ、視界は良好だ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。あの男素人か。リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。雨巻を消してマスクを装着しろ。機内の減圧完了。酸素供給状態確認。降下6分前、後部ハッチ開きます。ジャック、よく聞いてくれ。ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。バーチャルミッション？我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。低粛なミッション？忠誠を誓う儀式みたいなもんだな。気を抜くんじゃない、あくまでも実戦だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は？約2年前、ソ連のある科学者が西側への亡命を申し出た。我々のモールを通じてな。ニコライ・ステパノヴィッチ・ソコロフ。ソ連の兵器開発を担当する秘密設計局の一つ、OKB-754 の局長であり、東側の兵器開発における第一人者だ。ソコロフというと、あのロケット開発で有名な？そう、そのソコロフだ。1961年4月12日、
ソ連は人類初の有人宇宙飛行に成功した。地球は青かった、だが神はいなかった。ああ、そのガガーリン少佐を宇宙へ送り届けたのが A1 ロケット、通称ボストークロケットだ。ソコロフはそこで使用されたマルチエンジンクラスターの完成に最も功績のあった人物とされている。有人宇宙飛行の成功後、ソコロフはロケット開発を離れ、新設された秘密設計局の局長へ就任した。一義士が設計局の局長に。大した出世じゃないか。なぜ亡命を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。恐ろしくなった？両親の呵責というやつだ。そのために国も家族も捨て、オーバーザフェンスを。いや、家族も西側で保護するというのが彼の出した条件だった。我々はモールを使って家族を先に脱出させ、魔王おかずソコロフ本人にもベルリンの壁を越えさせることに成功した。その亡命作戦の指揮を取ったのがこの私だった。まだ東側の警備が薄かった頃だ。それでソコロフの身柄は保護したが、体力の消耗が著しく、西ベルリンの病院に入院させた。ソ連の設計局から600マイル以上、2週間かかってベルリンまでたどり着いたらしい。まともに口が聞けるような状態ではなかった。そのわずか1週間後だ、あの一大事件が起こったのは。キューバ危機か。1962年10月16日、キューバにソ連の中距離弾道弾が配備されつつあるという情報がケネディ大統領のもとへ届けられた。大統領はソ連へミサイルの解体撤去を要求し、同時に新たなミサイルの搬入を阻止するため海上封鎖を実行すると宣言した。だがソ連はそれには応じず、第二戦備体制を指令、ミサイルを積んだソ連輸送船団も依然キューバを目指し続けた。米ソ両国は全面核戦争への臨戦体制に突入。一触即発の睨み合いの中、国連緊急安保理事会や非公式の接触を通じた必死の交渉が行われた。そしてついに10月28日、ソ連はキューバからのミサイル撤去に同意。世界は全面核戦争の危機を脱した。だがソ連がミサイルを引き上げた裏にはある取引があったんだ。アメリカもトルコから IRBM を撤去するという話か。いや、トルコに配備されていたジュピター型 IRBM は旧式で、いずれにせよ撤去される予定だった。米ソ双方にとって戦略的な意味合いはない。トルコの件は偽装だ、業界の同業者たちへ流すカバーストーリーだったんだよ。では本当の条件とは？ソコロフだ。西側に亡命したソコロフの変装だ。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ？その時の我々には何もわからなかった。タイムリミットは迫っていた。ソコロフという一人の博士か、全面核戦争か、選択の余地はなかった。ケネディ大統領はフルシチョフの要求を飲んだ。翌日、私はソコロフを病院から出し、東側の局員に引き渡した。ソコロフは助けてくれと叫び続けていた、見えなくなるまで。そして1ヶ月前、我々のモールから再び情報が入る。ソコロフについてか？ソコロフは設計局へ連れ戻され、 KGB の監視下で例の兵器の開発を続けさせられているらしい。しかもそれは完成直前ということだ。で、その兵器とは？宇宙ロケットに関係するものか？いや、ミサイルの方だ。どちらも同じ技術だ。そうだな。とにかく詳細は分からんが、特殊な核兵器の一種らしい。この半年、ソ連のセミパラチンスクで頻繁に核実験が繰り返されている。この兵器に関係すると？フルシチョフがキューバからの撤退を受けてまで取り返したかった極秘兵器だ。その設計局に今もソコロフがいる？いや、情報によるとその西3マイルにあるツェリノヤルスク、処女地のある絶壁という山の中。処女地のある絶壁、バーチャスミッションにふさわしいな。最近そこに移されたらしい。どうして？兵器の野外実験演習らしい。だが奪還にはこう積んだ。もし設計局内であったなら、今回の任務は立案されなかったろう。最後のチャンスだ。ソコロフもそれで連絡を取ってきたに違いない。
ソ連国内の山中ゼリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。例の兵器が完成する前にソコロフを奪還しなければ大変なことになる。残された時間はわずかだ。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。回収用気球をポイントに投下する。ヘリウムが噴出して気球を膨らませる。その間20分。その後ガンシップのアームで引っ掛けて吊り上げる。フルトン回収システムだな。理論は聞いたことがある。安心しろ、実績もあるシステムだ。ソコロフは耐えられるのか。衝撃はパラシュート降下時より少ない。アームの強度も500ポンドまでは大丈夫だ。つまりコンバットタロン一機で国境を越えてくるつもりか。本機は6連装20ミリバルカンカノンを2門と40ミリ機関砲を2門装備している。戦車隊に追撃されても蹴散らしてもらえそうだ。予備タンクの燃料を考えてもタイムリミットは4時間。順調にいけば数時間で終わるミッションだ。夕食には帰れそうだな。もしスムーズに運ばなければ。夕食だけではなく朝食も。今後の食事はジャングルで取ることになる。聞こえるか？そこはすでに敵地内だ。傍受される危険性がある。今後はお互いコードネームで呼び合うこととする。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネークだ。以降はスネークと呼ぶ。本名は口にするな。スネーク？蛇は嫌いか？嫌い？どういう意味だ？食べたことはあるな。サバイバル訓練では。それはよかった。レストランで注文するほど好きではないが。そうも言っていられないかもね。ゼロ少佐、そっちはどう呼べばいい？そうだな、私はトムだ。トム少佐と呼んでくれ。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか？それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸、ネイキッドの状態だ。なるほど、蛇は嫌いかと聞いた意味がわかった。俺の名前をスネークにしたのは皮肉のつもりか？いや、それにはちゃんと理由がある。しかるべき時に教えてやろう。ああ、わかった。それでさっきの話だが、食料はどうやって調達すればいい？ナイフと麻酔銃を用意した。それでキャプチャーしてくれ。他に治療用の備品もバックパックに入れてある。バックパックか。降下したとき木に持っていかれてしまった。ではまずバックパックを回収しろ。場所はわかるか？大丈夫だ、ここから見える。木の枝に引っかかってるな。
木に登るにはツタの絡まった木の前でアクションボタンを押せばいい。私は君をずっと無線機でモニターしている。領空侵犯はできないが機内にいる。周波数は 140.85 だ。こちらから連絡がある場合はコールする。そちらから話があるときはセンドしてくれ。さあスネーク、バックパックを回収しろ。どうしたんだ？スネーク！スネーク！God.